コスモアレクサンダーによる肖像画1750年頃。第三代ハインドフォード伯爵、ジョン・カー・マイケルは、グレート・ブリテン王国の貴族、外交官。1710年から1737年まで、イングリス・ベリー施爵の儀礼称号を使用した。第二代ハインドフォード伯爵、ジェームズ・カー・マイケルとエリザベス・メートランドの息子として、1七0年三月十五日に、 エディンバラで生まれた。第3個の F 評連隊に入隊し、1733年に大義に昇進した。1737年8月10日にハインドフォード伯爵の爵位を継承した後、1738年3月14日にスコットランド貴族代表議員に選出され、1739年と1740年にスコットランド協会総会への直視を務めた。 1741年にプロイセン王フリードリヒ2世が主ジ寺ンに進行するとハインド・フォード伯爵はプロイセン駐在イギリス特命全権公使としてフリードリヒ2世とオーストリアのマリア・テレジアの朝廷に派遣され1742年6月11日のブレスラウ条約締結にこぎつけることに成功したこの功績により ハインド・フォード伯爵は1742年8月29日にシャルロッテンブルクで死する勲章を授与された。続いて1744年にロシア帝国に派遣され、交渉を通じてオーストリア継承戦争の講和条約であるアーヘンの和訳の締結を早めることに成功した。その後、1749年10月8日にモスクワを離れて帰国。 1750年3月29日に、枢密顧問館と、寝室自住に任命された。1752年に、ウィーンに派遣され、1764年に帰国すると、スコットランド副提督に任命され、以降は、ダナークシャーの領地で過ごした。1767年7月19日に死去、唯一の男子が溶接したためいとこのジョンが借りを継承した。 第3代ハインドフォード伯爵は2度結婚した。1度目の結婚相手は、サー・クラウズリー・ショベルの娘エリザベスで、2人の間には溶接した一男しか、儲けなかった。2度目の結婚相手は、ジーン・ビガーであり、2人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。